クリーゼ229は、ウサギ座の方角に約19光年の距離にある連星系である。主星の赤色外星クリーゼ 229A は、質量が太陽の6割弱、半径が太陽の半分、時点速度はとても遅く、およそ秒速 1km と推定される。クリーゼ 229A は、活動の低調な先行性として知られ、 表面での構成磁場の活動によって不規則に高度が増大する。スペクトルはカルシウムの H 線、K 線が基線として見える。コロナからの X 線の放射も検出されている。これらの現象は磁場が外装大気と相互作用することで生じると見られる。大規模な構成黒点の活動は検出されていない。空間速度はイコールキロメートル毎秒である。 銀河系内の軌道運動は、離心率0.07の円に近い形状で、傾斜角は0.0051ラジアンと、ほぼ銀河面に平行である。太陽、赤色外星のグリーゼ 229A、褐色外星のグリーゼ229倍と、木星の大きさの比較1994年に、グリーゼ229の近傍に亜光星天体が発見され、 1995年に晩星であることが確認され、グリーゼ229バイトと呼ばれるようになった。グリーゼ229バイトは、定で1と並んで、最初に褐色矮星であることが証明された2つの天体の1つである。核で水素の核融合を維持するには小さすぎるので、主系列性にはならないが、質量は木星の72倍と推定されるので、 惑星よりはずっと大きい。表面温度はおよそ 950K である。2020年にはグリーゼ229バイトの加減質量が木星の1.62倍であると発表されたが、加減質量の値はその天体の軌道傾斜角に依存するので、これはグリーゼ229バイトの軌道傾斜角が13度とかなり小さいことに起因しているとされている。 2014年にグリーゼ 229A の視線速度の詳細な分析が行われた結果、ケプラー運動を示唆する周期的な変化が発見され、海用星の数倍の大きさを持つ太陽系外惑星グリーゼ 229AV によるものと考えられた。その後、2020年に行われた太陽系の近傍にある38個の赤色外星の観測データの分析の結果、 グリーゼ229の周囲を公転する新たな惑星グリーゼ 229AC が発見された。グリーゼ 229AC は地球の約7.9倍の加減質量を持つスーパーアースに分類され、グリーゼ 229A のハビタブルゾーン内を公転しているが、グリーゼ 229A が先行性であることから地球上で考えられるような生命体には、 厳しい環境となっている可能性がある。ありがとうございます。